皆さんこんにちは、大分の高っちょ親方です。現在、収録しているのが2020年6月6日でございます。ね、雨がザーザー降ってきて、コッペパンさん、コッペパンじゃなかった、コックさんの絵描き歌の日でございます。まあ、で、ちょっとジメジメしております。で、まあ、新型コロナウイルス、まだまだ猛威を振るっております。福岡県北九州市でも連日新しく感染者が出ておりますし、まあ、東京でも先ほど聞いたら20何名、また新たに感染者が出たということで、予断を許さない状況でございます。引き続き気をつけましょう。そんな中、おとといぐらいだったと思います。ついにも、我が家にも、こちらが届きました。じゃじゃん。アベノマスクであります。ということで、政府から、国からアベノマスク、布マスクが届きました。まあ、ちょっとね、時期的にちょっと、正直ちょっと遅いんじゃないかなというのは思います。ただまあ、その今、やはりまだですね、被害も続いておりますし、まあ、第2波に備えてということで、まあ、せっかく届いたんで、これは有効活用、ね、していくべきだとは思います。まあ、今回ですね、このアベノマスクについて、まあ、賛否、たくさんあることは承知でございます。今回はその賛否を、まあ、議論する場ではございません。まあ、あくまでも、まあ、こういうに、まあ、2020年の5月、6月に、日本で全世帯に、こういうアベノマスクっていうマスクが届いたんだよという、まあ、あくまでも、客観的な事実の紹介、まあ、後年振り返って、こういうことがあったという、まあ、記録の意味で皆様にご紹介いたしますので、ご了承願います。それでは、ちょっと早速、アベノマスク、見てみます。汗すごい。さあ、アベノマスク、まあ、最初のですね、袋を開けました。布マスクは2枚入っております。まあ、これ全世帯2枚です。まあ、我が家ちなみに3人家族ですので、中途半端やなぁ。と言いつつ、まあ、各家族が多いですし、我が家も今現在各家族ですし、まあ、それはともかくですね、2枚入って、1枚はちょっと開けてみました。で、こういう、ね、新しい生活様式の実践例ということで、こう、ね、2メーター以上上げてくださいとかですね、お手洗い、うがいをしてくださいなど書いております。そしてこちらですね、マスク。これの素材的にはこう結構何層構造にもなってまして、まあ確かに厚さはあって布です。ですね、細かい目で。どのくらいの大きさかちょっと測ってみますね。先日購入しました、ハロプロのビヨンズの、小林ほのかちゃんの定規を使います。決して政治利用ではございません。こちら縦がどのくらいかな。何センチ ?9.4 ぐらいですかね。かけることの、横が、もう約13センチですね。でございます。ちなみに、あ、汗また出てきた。私の顔は、どのくらいか。オーバーザサイズ規格外。さあ、アベノマスク実際私つけてみました。すんごい私、大きい顔、縦に長い横もあるんですけども、まあ、意外とコンパクトというか、確かにこう、顔を全部覆う、はずでもなく、確か下とかこう、横とかは足りてないですけど、私思ったよりか、意外といいコンパクトになってるかなと思っております。まあ、ネット上の評判とか友達の声聞くと、アベノマスクは小さいという意見がございました。まあ、確かにそんなに大きくはないですが、思ったよりかは小さくはない。で、まあ、感触もこう、ですね、ツルツルな感じかな。ちょっとサラサラっていう感じで。まあ、ちょっと長時間するには慣れるのが必要ですし、まあ、ちょっとこれから暑くなるので熱中症にも気をつけてですが、まあ、そこまでまあ悪くはないかなというふうにはちょっと思っております。ということで、まあ、アベノマスクのご紹介をいたしました。まあ、こういうふうなことが、まあ、その新型コロナウイルス、多分これ世界ので多分歴史に残る相当大きな出来事でございます。そういうことが2019年末から2020年にかけて発生し、そしてまあその中で日本国政府はまあ一つ方法として各家庭にこのマスクを、布マスクを配ったという、まあ、事実があったことを、まあ世界の方、そしてまあこれから未来にどんだけこの動画がアーカイブとして残るかわかりませんけども、何かまあ記録になれば幸いでございます。まあ引き続きこの新型コロナウイルス、私も含めて引き続けてですね、気をつけてまいりましょう。ということで、最後までご視聴いただきありがとうございます。よろしければいいねボタンよろしくお願いします。そしてチャンネル登録もぜひ
よろしくお願いいたします。まあ、引き続き皆さん気をつけてまいりましょう。それでは、また。